はい、というわけで。どうも。はい、オーバードライブ代表、はい、取締役のバンブでございます。はい。そして、呼ばれました、遠藤正樹です。はい、というわけでございましてですね、はい、今日は、遠藤さん、なんでここにいるかと申しますと、全そう。こちらですよ。こちらです。新作、電撃ストライカーの主題歌を歌ってもらいに。はい。来たわけですけれども、すでにもうレコーディングもですね、半分終了しまして。そう、なんか熱い歌ですね。はい、もうみんなくしばつくしましたね。バンブンがね、仮歌を歌ってくれて、歌ましたね、僕長崎で聞いたんですけども、はい、寝れなくなりましたね、熱くはいね、今回もね、またどういう風に歌うって聞いたら、いや、熱くて、熱苦しくていいです、はい、ということで、熱く歌ったつもりですけども、はい、これね、歌っててね、気持ちいいんでね、ぜひみんなね、カラオケで歌ってほしいなと。そうですね、カラオケで歌いやすいのと、うんうん、あとライブで、遠藤さんが歌詞を覚えやすいように、あれね、覚えやすいね割と、こう、フレーズ変えずに、うん、でも、バンブーさ、こういう歌詞書くのって珍しいよね。初めてです。初めてです。なかなか熱い歌詞だよね。はい。もういいと思う。なんか、熱苦しい単語を寄りすぐって。うん。なかなかいい。天才あるね。天才だね。あるです。天才だね。まあ、天才ですから。自分で言っちゃったね。すいません。酔っ払いとね、天才は自分で言ったらね。なんか嘘くさくなるの。酔っ払ってねえってやつに限って酔っ払ってるからね。そうなんです。じゃあ、天才だっていうやつに限って天才かもね。まあ、天才ですから。また言っちゃった。はい。まあ、そんな感じですね。はい、ストライカーのですね、主題歌が、バーストドリームというですね。はい。ラストドリームか。バーストドリーム。自分で書いて。バーストドリーム。ね。爆発する夢です。夢。こう、夢から生まれたヒーローですからね。もう、ここヒーローもということで。また熱いね。こういう、ほら、ね、タッチの、こう、ゲームですか。ゲームというかね、最近ないっすね。っていうかね、こういう、ないっすから、なかなか。俺はいいな。男性主題歌って、うちで初めてですよ。あ、ほんと？初めて。そうだよ、ね。俺、スター・ジェネレーションで、うん、遠藤さん歌ってもらったり、うん、しましたけど、そうですね、今回、初の男性ボーカル。ね、男性ボーカリストが、社長をやってるのに、男性の、違う男性ボーカリストになって。あ、ね、だから、仮歌聞いて別にバブでいいじゃんと思ったんだけど。無理っすよ。いや。俺、仮歌で、何回涙目になりながら、もう、すいません、もう無理っすって。ね、本当に男性ボーカリストというか、はい。ね、ちょっと少ないんだよ、うちの。そうですね。頑張っていかないと。もう、優ですからね、やっぱりこう。俺で若手ってちょっとおかしいっすよね。いやー、だって俺だって、若獅子ですからね。ね、頑張っていかないとね、うちらもね。ちなみに、ストライカーの漫画もですね、はい、遠藤さんにもうお渡ししたって、いや、おもろいね。面白かった。おもろい。本当おもろいなと思いました。なんかね、棒人間の。うん。最初こう、なんだよって言いながらこう、うん、見てたんですけど、いつの間にかハマってた自分がいて、どんどん、やっぱりこう、ストーリーが面白いというかね、やっぱりね。ちゃんとしてるんですよね、うん、悔しいことに。悔しい。なんで悔しいなんかこう、どこどこ、棒人間漫画のくせにと思いながらも。これね、絶対みんな、喜ぶんじゃないかなと思いますね。はい。はい。ぜひ、うん、近々体験版とかもですね、公開しますんで、うん、オープニングテーマもこれ、早くみんな聞いてほしいんで。ねえ、これ熱いですよ。もう今日トラックダウンして、お、もう早っ近々公開します。早いな、君。はい、もう早いですよ。もう、そう思います。天才だからね、やっぱね。天才っているんだね。いますよ。3回目、3回目。ね、まあそんな感じで、はい、今回はですね、はい、曲が5曲もあってですね。あ、そうなの？そのうちに、1曲、もう1曲、今日は主題歌なんですけど、はい、遠藤さんにはもう1曲歌っていただきますんで。マジで？はい。ハイトーンボーカリスト、ウランと。ウランちゃんと、そうです。あ、僕ね、ウランちゃんはね、ちょっとね、注目してる、あ、そうそう。シンガーでして、昨今ね、すごい、いい、素敵なシンガーの方多いんですけど、その中でもウランちゃんってほら、やっぱキー高いじゃないですか。なんか本来あるべき女性ボーカルのキーというかね、そういう方と一緒にやっぱ歌いたいというか。もう、ハイトーンコラボバトルみたいな。いいね。超音波対決。もう仮歌誰も歌わないみたいな。大丈夫大丈夫、僕たぶん下で歌ってくれる。そうか。だったら頑張ります。え、ほんと、じゃあ楽しみですね、それね。あとですね、うん、もう一人ですね、ちょっとビッグなゲスト、ボーカリストも。え、これ、名前。誰マジで？マジで。これあれですよ。ちょっとやばいっすよ。これすごいお金かかってるね。うん。ここだけの話、こう。隠してない。ねえ、すごいね。まずね、もう。でも、これ面白いからね。これは、もうアニメ化にしたいんです。アニメ化！テレビアニメでやりたい。あ、でかく出たね。いいね。これはやりたい。
夢はでかく。あ、でもいいんじゃない？もう。面白いからいいと思うよ。いっぱいいろんな人にね、見てほしいんですよ。うん、いいね。で、それで、男性ボーカリストをもっといっぱいこうやって。いいね。男性ボーカリスト祭りにしたい。ほら。だんじり祭り。だんじり祭り。男の尻。男の尻とかいいね。やろうぜ。だんじり祭りやろうぜ。はい。いいですね。あ、アニメ化になったら面白いですね。そうなんですよ。夢は広がりますね。広がりングですよ。おお、ね。ストライカーでライブやりたい。そしたら、主題歌はずっと僕にしてください。まあ一応そのつもりで、そのつもりで頼んでるんで、ね。ああ、いや、いいですね。はい。はい、というわけで、うん、ね、オーバードライブファン、および、遠藤正明ファンはですね、ぜひ、この、電撃ストライカー、うん、楽しみにしてください。またキャラがね、こう、いいじゃないですか。すごい番組みたいです。僕は好きですよ。はい。こっちなんだ。はい。はい、というわけで、はい、まさきさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。モンデ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